皆さん、こんにちは。180日であなたの会社や店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、速さは全てを解決するというテーマでお届けいたします。ここですね、1年半ほどですね、非常に忙しい毎日を送らさせていただいております。まあ、これもですね、お客様、クライアントさんが増えたということと、仕事量もそれに伴って増えたということが、忙しいという原因なんですけども、まあ、忙しいと言っても、これはしょうがありません。それで、この忙しいっていうのは、どうでしょう、皆さん。非常にいいことなんですね。っていうのは、まず1点目がですね、仕事がすごく早くなります。そして2点目が、それに伴って意思決定も非常に早くなるよね。一石二鳥なんですね。これが意外と余裕の時間があったりすると、意思決定をダラダラと伸ばしたり、仕事も丁寧にやるというですね、まあ理由をつけてゆっくりやったり、ゆっくり考えてしまうんですね。で、私の経験からいくと、例えば締め切りが1ヶ月先の仕事があったとしましょう。では、日々ですね、ちょっとずつ考えてやるかっていうと、なかなかそうはいきません。どちらかというと、直前になって間に合うようにガーッと一気に仕上げるという、まあ、このような方が、おそらく9割方ではないかなと思うわけです。そんなことをですね、考えておりましたら、こういった本をね、ちょっと出会いましたね。速さは全てを解決する、0秒思考の仕事術、ここに大きくスピードと書いてあります。で、これを書いたのは赤羽裕二さんというね、方なんですけども、なんとコンサルタントガイドが書いてありますね。コンサルタント会社のマッキンゼで14年間活躍したという方なんですね。で、この本は仕事のスピードを極限まで上げる哲学とノウハウが書いております。これ、ちょっとね、私まだ途中までしか読んでないんですけども、とにかく、ある一定量の仕事以上をこなすためには、まずですね、効率化は当然やらなきゃいけません。で、二つ目は、いらない仕事、不要な仕事っていうのは当然今までもやってきてるわけですね。なので、その不要だと思われる仕事を減らすか、一気にもうなくしてしまう。もうやめてもいいんじゃないという仕事はやめるということですね。この三つに尽きるんではないかなと。まず一個目は仕事の効率化を上げる。で、それに伴って、不要だと思う仕事、優先順位の低い仕事は減らす。で、三つ目は、必要ない仕事だと思ったら、それをもうすべてやめてしまうということで時間を作っていくということなんですね。で、私ですね、2年前に比べればおそらく3倍ぐらい仕事してると思うんですね。で、それに伴って、ものすごくスピードですよね。仕事のスピードが、アップしてるんですね。ですから、昔は8時間ぐらいかかってやってた仕事、おそらく今は4時間とか3時間ぐらいでできるようになっているとは思います。まあ、それだけ、自ら効率化のね、工夫とかいろんなことをしているんですね。皆さん方もですね、どう言ったらいいのかな。まず、なかなかね、効率化って言っても、忙しくならないとなかなかできません。で、時間がもうないっていう時に初めて人間のこの能力っていうのは目覚めると思うので、ちょっときついかもしれないんですけども、これは2時間ぐらいかかる仕事だと時間見積もりをしたらですね、1時間半ぐらいで仕上げるっていう、そのぐらいの気持ちでですね、取り組む。そういったことによって、どんどん自分のですね、仕事が効率化、そして能率がアップしていって、まあ、新しい能力を目覚めるんじゃないかなと思ってるわけです。ということは、で、今日は仕事のスピードについてお話しさせていただきました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにですね、アキナイはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いします。